すごい。ありました、ありました。パワー。パワーって言わないっけ。名前忘れてる。うん、言わない。言うね。パワー。車酔いを若干しつつ、あれですね、バーを資材館、ちょっと楽しみですね。行きますよ。右売ってる。あ、左か。え、違う違う違う、左は違う。難しい。聞いてみようか。ここにパルクールのバーを購入しに来ました。さあ、売ってるのかな、こう。あ、すごい、いろいろ出そう。どっちです、どっち、どっち。一回止めてみましょう。ですね、パルクールのバーのプレシジョン用として、ちょっと今回はパルクールのクラスで使うためのものを買ってもらったので、まあちょっと組み立てる動画にしていいってことだったので、今回ちょっと組み立てる動画を作ってます。こんなに小さい声で喋るのあんまりないですけど、一応ですね、切ってもらった映像とかもありますし、実際いくらかかったかっていうのもお伝えしたいと思っているので、よかったら聞いてください。この1メートルの
パイプを2本買いました。1本が、448円で896円しました、2本。と、ここに、で、2本目どこにあるかと言いますと、カットしたんです。3カットしました。真ん中に1個カットして、ここに2、3で4分割してます。で、1回カットが60円したので、180円ですかね。このコーナー、あとすいません、これですね。このパイプにつけるやつなんですけど、これが一応家具用だったので、丈夫じゃないと言われましたね。パイプ用のはもう少し高くなります。ですからこれ口の家具用のやつ、一時的に使うためで買ったんで、パイプ用よりも安いらしいんですけど、一つが198円したので、4つ買って792円。ここに、ジョイントですね。コーナー Y つなぎ。Y のものを買いました。ここにつないで、足を2本つけるといった具合ですね。で、最終的にこれを締めないといけないので、六角棒レンチもないといけません。ですから、これちゃんと六角レンチも買いました。ちょっと組み立てていきます。あ、そうだ。合計言ってなかったですね。レンチが148円で、これが4つで792円と、パイプが2本896円。と、つなぎが1つ1080円するんですよ。だから2つで2160円。と、パイプカットが60円。3回カットしたので、180円。で、消費税加えまして、4176円でございます。4176円。ありがとうございます。そうそうです、OK、じゃあ組み立てていきます。それではこれをつけるだけで完成します。緩いんですよね、すごい緩いに。ちょっと最初はこれで辛抱してください。OK。でも結構いいじゃん。なんかすごい。結構立派ですね。1メーターですね、長さは。このぐらいです。あ、でも結構本当に立派にできました。最高のパルクールのバーが誕生しました。これからどんどん使われることが増えていくと思いますので、皆さん本当にありがとうございます。